イリア、メアド教えてよ。オッケー。メール、いいな、アドレス交換。そうだ、キサラギのメアド聞いていい？私のメアドってダサくない？顔文字とかラビットとか何かわいこぶってるんだとか惹かれない？もうちょっと悩んでおけば。キサラギ？あのはあ、いいよ、無理にとは言わないから。分かってはいたけど、イリア君の周りにはいつも人がいて。キサラギ、明日は寝坊すんなよ。知りたい。クラスメートだからとかじゃなくて、イリア君だから知りたい。イリア君、メアドをお聞きしたくて。このペン、水星だから泣いたら消えるよ。ドキドキが人生最高記録を